老人の担当を務める職員と研修医は、彼のうつろな目で宙を見上げ、時折涙する姿に、苦慮していた。老人がボソボソとつぶやく声が何なのか、誰もわからない。もちろん私もだ。薄暗い部屋の中で、彼は過去の記憶に囚われているように見えた。窓の外には、青白い月光がかすかに差し込み、影を作り出していた。老人が要介護施設に入居した理由を調べるうちに、私は不思議な真実に気づき、施設の巡回をしながら少しずつ老人に近づいていった。ある日、大型テレビの前で他の入居者と共にうつろな目で宙を眺めている老人を見かけた。彼のことを注意しながら警備しているふりをしていると、老人の周りにいる他の入居者が何かつぶやいている様子だった。箱の中、誰か早く見つけて、ダメ、中を見ちゃダメ。そのつぶやきは、次第に不気味な響きを持ち始めた。その後、私はオカルト好きが高じて、老人の個人情報まで探り始めたのだ。調査の結果、老人宅の隣にある資産家の住宅が火事になったことが分かった。老人は隣人を助けようと火事に近づいたが、不審者と遭遇したという。そして出会い頭に、ある箱を老人に押し付け不審者は逃走したらしい。その箱が一体何だったのか、老人の調書にはそれ以上の詳細が書かれていなかったが、その出来事が老人を施設に入居させるきっかけとなったのは間違いなかった。その日から、私は奇妙な夢に悩まされるようになった。夢の中に不思議な箱が現れ、それがどんどん大きくなっていくのだ。無数の目がこちらを見つめているような感覚に襲われ、目が覚めた時には冷や汗をかいていた。日が経つにつれ、施設の半数の入居者や職員が同じような夢や、目の錯覚に悩むようになった。箱のようなものが、夢に出た。箱の中に何かがいる。違う、箱の中にはたくさんの死骸が詰め込まれている。げ、汚ねえなぁ。と話す人々が増え、施設全体が奇妙な雰囲気に包まれていった。特に夜になると、不気味な静けさが施設内を支配し、警備員はますます老人のことが気になった。ある夜、再び巡回していると、老人の部屋の前で足を止めた。中からかすかな声が聞こえてくる。箱はまだか。箱の中は。その言葉に背筋が凍りつき、ドアを開ける勇気は出なかった。警備員はただ、ドア越しにその声を聞くことしかできなかった。次の日、恐怖が静まっている今この時しかないと、その衝動が抑えられず、警備員は老人の部屋をノックし、彼へ直接話を聞くことにした。ドアを開けると、老人は窓際に座っていた。彼の目はうつろで、まるで別の世界を見ているかのようだった。箱について、教えてください。そう問いかけると、老人はゆっくりとこちらを見た。そして、静かに語り始めた。箱は呪われたものだ。あの夜、火事の中で見つけたんだあの箱は。その瞬間、部屋全体が冷たい風に包まれ、警備員の視界がぼやけていった。老人の言葉は続いたが、その先を聞くことができなかった。ただ、箱の存在が全員に何かをもたらしていることだけは、確信していた。気づくと私は、朦朧としながらも故郷の地を歩いていた。なぜだ？なぜこんなところを歩いている？わからない。私は何をして、どうやって。ここはどこだ？私は誰？